たらここ読んでください。はい、どうぞ。SBC 子どもニュース、今日の担当はリホです。楽しみながら仕事を学ぶ SBC 子どもフェスタが長野市で開かれています。会場となった長野市のトイーゴには美容師や消防士などさまざまな仕事を体験できるコーナーが設けられました。このうち SBC のテレビスタジオでは実際に使われているテレビカメラを操作したり、カメラに向かってニュース原稿を読んだりしていました。SBC 子どもフェスタは午後5時までで、仕事体験以外にもマジックショーや人気漫画家のサイン会など、さまざまなイベントが行われます。続いて天気予報、舞がお伝えします。長野県内全域で大空が広がって、穏やかな行楽日和となっています。長野気象台によりますと、大陸からの高気圧に覆われているため、長野県内は朝から晴れて気温も上がっています。日中の最高気温は長野25度、松本26度、飯田 26.5 度など、各地で平年の2度ほど上回りそうです。ただこの後、天気は次第に下り坂に、向かい、明日からは雲が広がって、午後からは雨が降り出すこともあるそうです。以上、マイとリホがお伝えしました。